ぬかた町から1984年5月31日は、日本の剣道家、居合道家。段位称号は、剣道藩士8段、居合道藩士9段。香川県高松市の銀行家の家に生まれる。1914年、県立高松中学校に入学。体育祭の剣道行事でいきなり10人を勝ち抜き、剣道を始めるきっかけとなる。 同行剣道部師範の上田平太郎に指示し、頭角を表す。1918年、東京高等商業学校入学を目指して、上京するが、受験に失敗。この時、球団坂で、高野佑三郎の道場秋信館を見つけ、秋信館に入門する。1919年、早稲田大学政治経済学部に入学。在学中、剣道部首相を務め。 4段を取得する。1924年、大学を卒業し、兵役に服す。1926年、大阪の南海鉄道株式会社に入社。宣伝課長、機動原業課長などに昇進する。1928年、第二本部特会から、剣道精錬賞を受ける。この年、東京の三菱道場で、中山広道から無双上電流以外の手ほどきを受け。 その後中山の皇帝、橋本光妃に居合を学び始める。1936年、第二本武徳会峡合同練習となる。1941年、陸軍に王将、約2年満州に駐留する。終戦後、46歳で南海鉄道を退職。1950年、早稲田大学の先輩にあたる笹森純造が、 設立した全日本しおり競技連盟の理事に就任。同年、交美術工芸者を設立。1962年、全日本剣道連盟剣道八段に商談。南海電鉄剣道部に師範として招かれ、後に南海電鉄巨合道部を発足させる。1964年、全日本剣道連盟巨合同八段に商談。1967年、 全日本剣道連盟挙合道研究委員に就任。同年剣道藩士となるが、全県連制定員合普及の責務を負い、以降は異合同に重きを置く。1970年、山口県で開催された全日本挙合道大会で、橋本正武と共に、木村英樹から無双神電茂の武流の教えを受け、晩年は無双神電茂の武流の研鑽に勤める。1972年、 依頼同伴士となる。1982年、林崎抜刀日病法無双神殿、茂野武流伝承及び行手付解説を上司。1984年、84歳で死去。ありがとうございます。